全嫌いだったんで、寝る時間はすごい削ってて、クマだらけで出勤とか。グルチャも150ぐらい入ってるんで、起きたらまず2、300件の LINE を確認するところから。ディアーズプリンス代表取締役社長、プレイヤー時代は殿堂入り、年間指名1600本オーバー、最高売上1700万を記録、頂点に上り詰めたホスト界の教祖様、真冬に完全密着、彼は常に歩みを止めない。 HostTV.com。お願いします。彼は事務所に。僕の一日は、まあ、今日はちょっとホスト TV さんの撮影があったんで、タスクを結構片付けてしまって忙しいところちょっとお見せできないんですけど、まあ、基本的には午前中ぐらいから日本のチェックだったりとか、基本 LINE の対応が僕多いんで、グルチャも150ぐらい入ってるんで、一個一個僕メイトしてるんで、起きたらまず 2,300 件の LINE を確認するところから始めて、で優先度の高いものからこう返信をしていって、で昼から今新店舗がオープンするんで、今それの工事とかいろいろ入ってるんですけど、それの打ち合わせだったりとか現場見に行ったりとかっていうのをまあいろいろ挟んで、あとは東京に行ったりとか県外にこう顔を出して外部の人と触れ合ったりとかっていうのをして、時間があるときは夕方ぐらいから事務所に行って、部長と専務とちょっと喋ったりとかして、今後の政策とか戦略会議とかして、でちょっと気が向いたときとかにお店顔出してとかはありますね。気が向いた時も目的を持っていくんですけど、何かここをチェックしなきゃなとか、誰々がちょっと最近様子おかしいなと思ってちょっと顔色を伺いに行ったりとか、やっぱり自分本位の考え方とか、あと多責思考は社長に向いてないんじゃないかなって個人的に思いますね。まあこれは社長とか限らずですけど、誰かのせいにした方が早いっちゃ早いんで気が楽だと思いますし、だけどそれを自分の責任に置き換えてみると、やっぱり考え方とかその後起こすアクションとかって全然ガラリと変わってくると思うんで、まあプラスの方法なんで、自責を持ってる人が、まあ、一番いいんじゃないかなって個人的には思ってます。社長像っていう自分の理想をずっと追い求めてたのはあるので、かっこいい社長でありたいなとか、自分の上に立ってほしいなって思ってた社長像に自分が近づけるようにはどういう風にしたらいいんだろうなってのをすごく考えながらやってましたね。プレイヤー時代の時はすごい真面目だったんで、遊びにも行かなかったですし、多分引くぐらい真面目でした。自分の寝る時間を3時間ぐらいにしてひたすら LINE 返してましたし、やっぱりお客様数が僕多かったんで、起きてる時間にばらつきがあったりとか、仕事に行く時間にばらつきあったりするんで、いつ LINE 返しても帰ってくるホストになりたいなと思って、寝る時間はすごい削っててクマだらけで出勤とかしてましたね。ただ化粧でこう隠しながらみたいなはしょっちゅうでしたね。そんなことありましたね。やっぱ簡単ではないので、まあ、しんどい時はすごいしんどかったですし、ただ僕あんましんどいは感じないタイプというか、ストレスとかがあんまりこう感じにくいタイプなんで、しんどいなって普通の人が思うようなことでも特に何も気にしないことの方が多いですね。まあただがむしゃらにやってきたってのがありますけど、まあ、元々僕プレイヤーだったんで、上がった理由が自分のステージを上に上げていきたかったってのがあって、僕27で上がってるんですけど、まあ、ちょっと業界では早い方なんですけど、お客様も全然いましたし、数字も全然叩いてましたし、こうプレイヤーに不満があるとかも何もなくて、ただ今自分が上に上がっていくためには何かを捨てなきゃいけないなっていう風に思って、今自分が持ってる一番大切なものってなんだろうと思った時に、売れてキラキラしてる自分だったりとか、たくさんバーンって売って1ヶ月の月収がバーンってもらったりとかっていう、そういうキラキラとかを捨てないと次にいけないのかなというふうに自分の中では勝手に思ってしまったんで、それを全部捨てて手放したくないものを手放した瞬間がやっぱりちょっと気持ち的にはグッと落ち込みましたね。早速打ち合わせが始まった。1月に新店舗で僕たちオープンするんですけど、この箱のデザインとか内容っていうのは大体決まってるんですけど、席数をどうするかっていうのを、箱自体めちゃくちゃ広いわけではないんで、なるべくたくさんのお客様が入れるように席数広げていきたいんですけど、基本でもこの箱のサイズだと20席は欲しいですよね。自らのビジョンを等身大に行き渡らせるために彼は最前線に立ち続ける。ただ一つ一つが狭くなってしまうから、まあ、限界間取ると19席とかになってくるんで、モニターが見えない席とかも生まれてきちゃうから悩みどころですね。打ち合わせは彼の人と壁を作らない性格によって円滑に進められていく。今の時代どれだけお客様をかぶせれるかなっていう、やっぱホスト側の要望としては作るときはそういう目線なのかなって今の時代だと思うんで、高級感を失わずに席数も確保して
そうですね、はい、まあ、左上のブロックを4席にしたらちょうど19席になるんで、それで一旦ちょっと出してみてまた話し合いましょうか。はい。で次プリンスなんですけど、ちょっと今月体験者数が劇的に少なすぎて、まあ、ちょっと気が緩んでるのかなっていうふうに僕感じるんですけど、今月がまだ体験者数が39、いつもだと130ぐらいは、今月は3分の1ぐらいになってるっていう感じ。そうですね、ナビゲーターの意識の低下、これだかなり問題だと思ってて、最近ちょっと従業員が増えてきて、あの体験者も多くて結構マンネリしてきてる。これが体験者の低下だけで収まればいいんですけど、あの他の部分でこのちょっと緩んだ感じが他の業務だったりとかで影響してくる可能性は大いにあるんで、ここを今のうちにちょっと話をしてマインドセットしないと、あの崩壊に走っていく可能性が高いなって思います。彼は3年先も見通しながら生きている。教祖様やっぱちょっと異質でしたね、他のキャストと比べると。やっぱり呼び方だったりとか、まあ、上げ方とかもうめちゃめちゃロジカルというか、なんか感覚でやってない感じのタイプだったんで、みんなに売れ方を教えれるタイプなんですよね。めちゃめちゃそこがやっぱすごくて、今後すごくなっていくんだろうなっていうのは、まあ、予想してたんですけど、若くしてね社長の座まで成り上がったというか、早かったですね。まあ、やっぱここのオーナーとかもすごく目をつけてたので、やっぱそれぐらいの逸材ではありましたね。まあそうですね、クレアジネが教祖様って言われてましたけど、あの全然そんなつもりはなくて、お客様が楽しんでもらえるようにというか、気持ちよく通っていただけるようにっていうのを心がけてただけなので、それに対してこう応援してくれる方とかがあの集まってくれたのかなっていうふうには思いますけど、尖ってましたね。結構自分の信念みたいなものを持ってて、で結構入店してすぐ2人でご飯行ったんですけど、もう上司のダメ出ししてましたね食事中もうずっとあの先輩あそこはした方がいいなみたいなことを、もう入店本当に初月ぐらいからしてて、わこの男ビッグになるなって感じましたね。もう最初から知ってますね。もう平から社長までのここ全部知ってます。神々しい感じだったしその仲いい人がもう一部しかいなくて、それ以外とはなんか一定の距離を持って接してるというか、あまり自分の隙を見せない人でした。なんか昔とかって尖ってたから結構無視してて、後輩とかも今ってなんかもう7年後輩のすごい末端の部下とかにも自分から自ら挨拶しに行くような、もう社長の鏡っすね。めちゃめちゃ挨拶しますね。全員嫌いだったんですよ自分以外全員嫌いだったんで、自分の価値を自分でこう過剰評価してた時期があったんですけど、こいつらと一緒にされたくないみたいなのはすごい感じてましたね。なんか営業後にこうみんなで集まってこうラーメン食べ行くとか焼肉食べ行くみたいなやつらを見てて、いやいやいや、お客様に使えよとか、なんで仲間内で行けるんだよみたいな、初回取れなかったのになんで笑顔で入れるんだ営業後にみたいな、そういう奴らと絡んでたら自分までそういうモチベーションになっちゃうなと思って、そういうの絡まないようにしてたのが多分正解ですね。実際あったエピソードで言うと、まあ、ちょっと使えるか分かんないですけど、使いますなんか店来てゴミをばらまいて、あ、こいつらの仕事与えなきゃとかいや、こいつらバカみたいに家で寝てるだけ仕事あげなきゃっつって店にゴミ撒いてますいやでもほんとすごく変わったというか、もう振り幅がすごいですね。だからちなみに今そのプリンスで働いてる男の子たちの中にもこうキャスターさん同士でご飯行ったりっていう交流あると思うんですけど、そういうのを見てるとどうですか？今はすごくいい時間だなと思うんですけどいや今昔もそうです、いい時間なんですけど、あの従業員同士のコミュニケーション取れるいい時間なんですけど、当時の僕の考え方がちょっとあのおかしかったというか、あの変換の仕方が変だったんで、あのそういう時間も大切なんだなって今はすごい分かります。よかったです。よかったです彼は誰よりも動き学び、より多くを得ている。長い時は本当に4時5時まで話しますね、朝の。常に過密なスケジュールをこなす真冬社長。お客様に使えよとか、なんで仲間内で行けるんだよ。妥協しない強靭なメンタル。内も外も研鑽を積むことで彼は真冬になる。次週は歌舞伎越えの店舗ディアーズプリンスを指揮する真冬に密着。